皆様こんにちは。阪神国際港湾株式会社です。こちらでは弊社が実施しておりますアジア広域集荷促進事業、神戸港を活用した物流改善のトライアル事業についてご案内いたします。アジア広域集荷事業について公募概要、メニュー詳細、過去実績例、お問い合わせの流れでご説明いたします。アジア広域集荷促進事業、通称トライアル事業は、神戸港への集荷を目的として神戸港を活用した物流改善や神戸港転換のトライアル輸送に関して費用の一部を支援する取り組みになります。コロナ対応で今の輸送を改善したいと、神戸港を活用したトライアルを実施いただくことで、皆様が抱える物流のお悩みを改善するきっかけとなればと考えております。対象事業は現状の輸送課題に対して神戸港を絡めた物流改善を行うものとしており、メニューは2つございます。メニュー詳細につきましては次のページでご案内いたします。支援対象費用はトライアル実施に必要不可欠なものとしており、上限額はメニューによって異なります。費用の支援にあたっては BL や請求書等の費用根拠が確認できる資料の提出が必須となりますのでご留意ください。募集期間は令和3年6月30日から令和4年3月末までとしております。ただし費用の精算含めトライアルの実施は令和4年3月末までに完了する必要がありますので、申請期限を令和4年2月末とさせていただいております。募集期間途中でも予算の上限に達した場合にはその時点で終了となりますこともご留意ください。トライアル内容や成果は今後の神戸港へのポートセールスに活用いたします。トライアル実施前後の情報提供やヒアリング等ご協力をお願いいたします。対象メニューについて詳しくご説明いたします。メニューは新規案件に関するトライアルと可燃度実施済みトライアルおよび類似する事例を活用したトライアルの2つございます。メニュー1ではこれまでのトライアル実績と同一の課題や検証事項でない神戸港にとって新たに実施するトライアルに対し1事業あたり100万円を上限にトライアル費用を支援します。メニュー2では定着支援として可燃度実施トライアルと同一または類似するトライアルに関して可燃度と同一申請者の場合には1事業者あたり50万円を上限に、それ以外の申請者の場合には1事業者あたり75万円を上限にトライアル費用を支援します。ただし過去同一申請者の場合には5 TEU 以上の輸送が必須となりますのでご留意ください。両メニューとも転換の場合には従来輸送ルートの差額が基本となります。またメニュー2については1案件1事業者あたり1回までの申請となります。可燃度実施トライアル事例につきましては弊社ホームページ上の6月30日付プレスリリース上にも掲載しておりますのでご確認ください。令和2年度に実施したトライアル事例をご紹介いたします。従来品質保持の観点から航空輸送にてシャインマスカットを輸出しておりましたが、販路拡大、取扱量拡大によりコスト増が課題でした。産地直輸出のため1日で対応できる出荷量にも限りがある中で、現地需要、鮮度保持、輸送コストに対応した新たな輸送方法を確立するべく神戸港を拠点とした海上輸送トライアルを行いました。その結果、一定品質を保持し出荷量増加に対応した新たな輸送ルートを確立することができました。最後にお問い合わせ先をお知らせいたします。
本事業に関するお問い合わせやご相談等ございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせください。皆様からのご応募お待ちしております。